豊か金カキ郎イチロウは昭和初期の大相撲力士。出羽の海部屋所属、本名はハーリー・尾崎キ・一イチロウ。最高位は西前頭20枚目。身長188センチメートル、体重96キログラム。後年に太平洋戦争の影響で日本に帰化したが、アメリカ合衆国籍を持つ者として、初の関取りとして記録されている。 農業移民の子として、アメリカ合衆国コロラド州に生まれる。横綱に憧れを抱いていた父親の意向で1937年に来日、出羽の海部屋へ入門。翌1938年1月場所に初土俵を踏む。188センチもの長身を生かしての左四つからの釣り屋よりを得意とした。順調に番付を上げたが、1941年。 太平洋戦争により日本は母国と戦う羽目になった。本人曰く、米国の外交官は、もしわしが、米国側に徴兵された場合、補給部隊に配属する、つもり、と説明していたとのことであり、玉の会田三郎は起産後、わしの場合は、砲台の運搬をはじめとして、補給作業が大半だった。力士は徴兵されても運搬作業ばかり任されるのが、関の山。 決して直接戦闘する機会などやってこないと、豊か金を擁護したという。1943年1月新十両。アメリカ合衆国赤発の関取であり、ワシントン場所を開くまでには、もっと強くならねばと、意気かんであった。しかし、意気とは裏腹に戦争中は、アメリカのスパイと睨まれて、肩身の狭い思いをし、特別高等警察の厳しい監視を受けた。 地方への移動では帰郷後に警察に報告しなければならなかった。この間にアメリカ国籍では巡業が難しくなっていたこともあって、周囲の説得により日本国籍を取得、出身地を福岡県に変更した。重量で3場所連続勝ち越しの後、1944年5月に新入幕。勝ち越したが間もなく兵隊に取られた。 終戦後復員したが、そのまま土俵に上がることもなく廃業した。廃業後は、新中軍の通訳をしていた。しばらくしてから、江東区で旅館の経営を始める。アメリカ国籍は、再取得あるいは、再取得しなかったの二説あるが、1960年に日本国籍者として渡米した。境川理事長の年寄り株改革によって、日本相撲協会が、 大揺れした1996年以降体調が悪化し、1998年に死去。兄弟の内まテては、前頭にいた頃はヨーロッパ戦線に出生し、妹は2019年7月現在サンディエゴに、健在である。ありがとうございます。